さあ、ってことで、はい、ゴルフ場練習場着きましたけどもね何まあまず、そうね質問をね、あ、そう投げかけたわけですよね。インスタで、そう、質問投げかけたんですよ。ホワイトがなかなかまあちょっと練習行けなかったりするから、まあ、どういう練習方法があるかなと、うん、で投げかけたら結構返信があったんですね、うん、で、まあ視聴者さんが答えてくれた練習方法が今現状、やるべきなのかやるべきじゃないのか、うん、でやるべき、まあ、やった方がいいかとかね。そうそうそう、これをやれっていうんだったらもうとことんやればいいじゃん、うん、俺なかなかやっぱりホワイトと一緒に練習行ってもなかなか教えることができないので、うんうんうん、そうで、こういうのがあればなんかいいかなと思って一つね、うん、ちょっと一つ一つ全部紹介するのは無理なんでちょっと抜粋してやります。まず50ヤード以内のアプローチをひたすら練習しろと、うんうんうん、合ってますいいと思います。まずそもそもやっぱり最初はハーフスイングから入った方がいいですか。そうだね、ハーフスイング、ずっとハーフスイング。ホワイトってまずさ100切りってことは、まずその100切りでさ、なんでみんなさ切れないかってさ、球に当たらないとかってよく言うじゃない、うん、まあ、飛ばないっていうのもあるけど、まあ、当たらないっていうのも来るじゃない。当てられるようにしたらどうすればいいかって、ハーフスイングが一番やっぱり有効的なのね。まああんまりフルスイングするとあんまりね当たんなくなっちゃうから。そう、やっぱり多かったのが、うん、ハーフショットのハーフショットをずっとひたすらやれっていうのがすごい、結構 半分ぐらいそうだったんですよ。それは何でハーフショットした方がいいのか。全部のクラブ、全部のクラブ、うん、サンドからドライバーまで、ドライバーまで全て。じゃあそれをずっと練習場でやり続けろと。やり続けるんですね。で それでちゃんと当たるようになるっていうのがやっぱり目標なんだけど、その時に何を意識したらいいかっていうと、体幹、お腹、うん、お腹とか、まあ、ちなみに軸がちゃん、軸って言って自分のまっすぐの、まあ、普通に突っ立てばまっすぐになるじゃん、基本的に。大体あの背骨とかが曲がってなければ。なんでそれの、まあ、傾きっていうのを、前後もそうだし左右もそうね、の傾きっていうのを意識して、だから常にまっすぐ、どういう風に自分がこういう風に上半身を振ってようと常にまっすぐでいられるようにするっていうのが一番大事かなって思います。あとひたすら打つっていうのも結構多かったんですよ。そうだね。それは、じゃあやっぱりハウスショットできるようになってからの話。いや、どっちも、フルショットも、ひたすら打つっていうのは、例えばハーフショットをひたすら打つでもいいし、だから球数多くしろってことでしょ、ひたすら打つっていうことは。なるほど。だどういうのが当たってて、どういうのが当たってないのかを自分 で分かるようにしろってことですね。そう、それが一番やっぱり大事かな、うん、そのバンって打った時に、あ、今トップしたとか、トップってボールの横を叩くことね、真横、うん、とかって分かる、うん、あ、分かる、うん、OK、うん、地面叩いたとかさ、ラベッターとかね、そういうのが分かるようにな、あとはどこ当たったとかっていうのがやっぱり分かると、何がいいかって、あの次のショットに、あのどういう風に改善した、自分の体を改善したら、あのちゃんと打てるようになるかっていうのがやっぱり分かるようになる。あとね、好きな人のスイングを見つけて、うん、あ、好きなスイングを見つけて、うん、ひたすら真似する。あー、いいんじゃない。いい、あー、真似か、まあ、それは そうね、それが良くないって言ったんだよね、さっきね、うん、いいかな。だけどその真似する人にもよるってことですよね。そういうこと、本当それで。なんか最近ね、ちょっとね、うん、好きな選手が出たんだよね、うん、誰なの。カンネの組子、おー、金組ね。男性さ、それ可愛いとかそういう話。いや、なんかスイングが超セクシー。あ、セクシーセクシー、スイングがセクシーなわけじゃないと思う。体がセクシー、金組がセクシーなだけで、ね、スイングは独特だよ、だいぶすごい収まったけどね、ジュニア時代はやばかったけど。ああ、そうなんだ。よく当たるなって思ったぐらいで、うまいなって思ってたけど、今はだいぶ綺麗になりましたね、本当に、うん、上からだけどさ。あれだから、まあ、金組になるためにはもうちょっとやっぱり上手くならないと無理だよって話ですよね。あとね、そうね、それをその金組の、スイングを真似したからって100は切れないから、とりあえず今は100を切れってことね。そういうこと、100を切ったらいいよ、好きな選手の真似。なるほどね。じゃあまだちょっとこれは早いってことね。そうね、
まあ、リズム感とかもあるから、うん、その選手と自分のリズム感がそれで合うのかって言ったらまた違う話だから、うん、その、まあ、自分のリズムをとりあえず、まあ、持った上で、うん、あの他の選手の真似してみようかなとか、あの選手のリズムいいなとかっていうのを真似してもいいと思う。で、私の中でリズムがいい超いい選手って、まあ、選手じゃないけど岡本彩子さんがすごくいいの。もうね、引退っていうか、もうググって、岡本彩子よろしく。YouTube でね、多分すぐ出てくるから。すごい人だ。めちゃめちゃすごい人よ。めちゃくちゃ知ってる？知ってますよ。すごい。今もう全然解説じゃないですか。解説やってますね。そうやってる。超好き私。あとね、あのヘタッピの田中くんから来ましたよ。ありがとう。とりあえず形を気にせず早く振る練習。そうだね。その女性にやっぱり多いんだけど、女子ってやっぱり当たるかなとかっていうのが不安な気持ちが先に、うん、先走っちゃうって、うん、ゆっくりになっちゃうのね、どうしても。なんでやっぱりそれで飛距離が落ちちゃって、そのせいでやっぱり飛ばないっていうのに繋がってきちゃって、それでやっぱり打数稼いじゃうことになっちゃうから、とりあえずその形とかあんまり気にしないで練習するっていうのはすごくいい方法だと思うんだけど、そのじゃあ例えばの話、さっきハーフスイングをいっぱいやった方がいいよねって言ったじゃん。でそのスイングはそのハーフスイングじゃあ50球やろうとか、だから一晩で一晩で10球ずつ全部の番手打って、でその次はじゃあフル練習を、じゃあ7番やんとか8番やんでフル練習をしようっつって、フルスイングでもうとりあえず当たる当たんないどうでもよくて重くそフル練習を20球やると、そういう風にあの分けてやった方がいいよね。あと結構多かったのが、例えばヤードを決めてそれに向かって打つ、うん、そうだね、それは今の段階でやるべきことです。やるべきです。あの目標物っていうのを必ずあの定めないといけないわけ、うん、じゃなかったらピン狙っていけないじゃん。確かに。でね、ゴルフってやっぱりピンイコールカホールだよね。ホールカップにあの入れなくちゃいけないことになるから、うん、なんでそのやっぱりカップに入れるっていうその目標物を練習場の段階で見つけられなかったら、うん、まあ、結局コース出てもね、そこの目標方向に向かって打っていくっていう気持ちがないわけだから、そうするとね、下手に繋がってくるよね。なるほど、はい、俺みたいな感じだったらね。いや、意識してないの？いや、します。してるけど、まあ、明後日の方行っちゃうから。まあね、まあ、女子だからそんな行かないけどね。ハーフショットってことはやっぱり9時3時9時から3時、ね、うん、そうだね。まあ、手が、腰から腰までだったら別にいいですよってこと。腰そんな高くないからね。そうね。腰はそんなに高くないよってこと。あとこれ何件かあったら、これレッドも言ってたんですよ。レッドからも来たんですけど、うん、YouTube のレッスン見まくってました。あー、なるほど。 YouTube 先生で最近のめっちゃ多いんだよ。多いですよね。多い。そう、あともう一人、行ったのが、とにかく打ちっぱなしで練習してました。で、うん、先生もいなかったので YouTube で情報を仕入れて、ね、そうだよね。だけどそれって初心者だとどれがいいのかもわからない状態ですよね。うん、うん、だからやっぱりある程度ちょっとやった人が、あ、この人のなんか理論が分かっ、ゴルフの理論が分かってきて、それを真似するっていうのは分かる気がするんですけど、うん、どうなんだろうと。まあ、なんかグリーンぐらいだったら、YouTube で見て、この練習方法いいかもしれないから取り入れてみようってなったら分かるけど、それ、ど素人はやっぱり打ちまくれってことですね。分かんないじゃない、うん、やっぱり。だから分かるようになる、なってからかな、うん、あと寝る前にクラブ握って寝るとか、うん、いう人もいた。抱き枕みたいな。抱き枕じゃないけど、あ、寝る前にクラブを握って、ずっと握って、まあ、寝るときはもちろん話すよっていう人がいた。あ、それをやった方がいい、毎日。あ、寝る前にクラブを握り、手になじませる。あ、それがいいよ。やっぱりその私、2年前からバレーボール始めてるんだけど、まあ、私のマネージャーがね、バレーボールのコーチやってんのよ。で、その人に、バレーボールどうやったら上手くなるのっていう風に結構始めた当初に言ったのね。そしたらやっぱりそのボールを1個買って、その寝る時とか家にいる時に常にボール触ってろっていう風に言われた。ね、僕もね、小中高ってサッカーやってたんですけど、うん、やっぱサッカーボールと離れるなみたいな感じで。そうでしょ、そうでしょ、うん、そうなんだよ。どうしてもね、そうなっちゃうのよ。だからゴルフってクラブとボールなわけ、うん、だから私さ、ボール踏んだりするの、踏むなっていう風にやっぱりコメントで書かれたりしたんだけど、やっぱそのボールとクラブが常に自分の生活の中に目に入るところにあるっていうのがやっぱりね、一番かなって思うから。だから私ゴルフボールで普通に踏んでマッサージとか
あーなるほど。やったりとか全然友達ですね、もうね、友達だよ、ね、本当にボールもね、クラブもね、たま OB しちゃったら友達いなくなるってことだもんね、一人消えるんだよ、そうそう、一人消えるんだよ、悲しい、楽しいよね、よくなくす、俺そうだよということで、はい、今からね、ここはどこですか、先生、ドリーム先生こっちに聞いたんだけど、こっちに、ね、ドリームだよね、ピンポンでドリームなんですよ、ここね、一回イエローとも来たんですけどね、そうだね、ドリームガーデンですよ、ドリームゴルフガーデンな、ドリームゴルフガーデンな、そうな、群馬ね、ちなみに群馬、千葉にもね、あるんだよね、一緒のゴルフ場あるんだけど、そう、私もね、あのインスタで、おー、はい、質問したわけですよ、はいはいはい、まあ、条件として週1練習、月1コース、まあ、それ以上言ってるけど、はい、で、ユズの練習内容は1つまでが条件として、まあ、どんな練習をしたら70代で回れると思いますかっていう、あ、僕のね、はいはいはい、そうですね、はいはいはい、それをやったんですけど、はい、まあまあ、そしたらやっぱり、まあ、パーって見て、やっぱりアプローチの30ヤード以下、まあ、50ヤード以下っていうのがやっぱり多かったかなっていうのは思いますね、うん、なるほど、はい、まあ、僕もそこは自分で課題だと思ってるんですよね、もうやっぱりね、やっぱり辛い、辛いよアプローチトップしてオーバーとかさ、ね、もうほんとチョロして、この前さ、プライベートで一緒に回ったら、あ、そうですよ、行ってきたんですよね、そう、行ってきたんだよね、その時もやっぱりアプローチもさ、その50ヤードとか確かに得意って言っちゃ得意だったのかもしれないけど、あ、けど俺この間のラウンドでもうマリニア言ってますけど、58ヤード超嫌いですよ、今、あ、そうなの、うん、すんごい嫌いです、あれなんで、いや、飛ばないですもんまあね、うん、飛ばない、58で超嫌いになりました、今、友達だと思ってたのに、好きって言ってたのに、今、大好きなのは9番のアプローチです夜夜受けるよ、マジで、あ、そうなんだ、いや、それこそ、けど、先生のあるじゃないですか、もう、あ、まあね、転がせ、まあ、もちろんラインによってとか、その形状によって打てない時ありますけど、58逃げる時もありますけど、もう打てる時はもう9番で打ちたいぐらい、あ、まあ、そうだよね、そんぐらいの勢いで9番はいい感じ、いい感じになってる、58嫌なんだ、58嫌だ、てかさ、もう58とさ52のシャフトが違うもん、うん、終わってるよね、すごいねど素人の時に買ったからですかね、あ、なるほどね、ここまで、まあ、ぶっちゃけ言うとここまでやると思ってなかったですゴール、だからまあクラブ揃、まあ、ある程度揃えて、うん、楽しく、まあ、今も楽しいですよもちろん、うん、楽しく、まあ、趣味というか、まあ、遊び程度でやるのかな、面白かったんで最初、うん、まあ、面白いしやるのかなっていう感覚だったけど、やっぱりこうやって YouTube やり始めて、うん、上手くなりたいなと思った時にはもう遅い、違う、 YouTube 始めて損はいかなくなっちゃった、そうそうそういや絶対そうなんだもんね、いやいや、でもやっぱり85は聞きたいなと思うし、うん、まあ、企画としてね、企画としてもそうだしちょっと攻めるよ、全然攻めるよ、いやけどね、そう、なんでこんなバラバラで買ってんだろうなって確かに思いますよね、うん、もう本当に何も、うん、何も考えずに買ってたんだろうなって、うん、なんでそれをスコアを追い求めに練習、うん、今からね、はい、やっぱじゃあ僕はちょっとアプローチとかも含めてね、そうですね、うん、そのから1回打席で本当はね練習したいんだよね、うん、うまいけど、例えばスイッターら1回出すぎて練習しましょう、奥で、わかりました、はい、じゃあ行ってきます、頑張るよ、はい、ファイト、頑張ります、打ちまくるよ、打て打て、やっぱりこうやって YouTube やり始めて上手くなりたいなと思った時にはもう遅い、 YouTube 始めて損はいかなくなっちゃった、そうそうそう